すごく効果的です。ネットであちこちに見たら、まあ、ちょっとちょいちょい見かけるんですが、どうもシュペタレクスです。講師やってます。まあネットであちこち見たら、まあ、例えばクリエイターさんとかですね、クリエイターさんはもう大体こうコメント欄ではなくて、まあ、自分がそのディスクリプションですね、その動画についてを書かれているときに、まあ、いろんなリンクが書いてある、ね、特にそのちょいちょいその自分が何のカメラとかを使ったりするとか、何の、まあ、マイクとかを使ったりとか、まあ、どんなソフトとか、まあ、それ、まあまあ、その Amazon の、まあ、リンクがちょいちょい書いてあるって見かけたことはありますか？もし知らない人は下に、まあ、知らないと書いてください、コメント欄で。これはまあいわゆるアフィリエイトマーケティングですね。そのアフィリエイトマーケティングなんですけれども、まあ、誰でもできますが、そのアフィリエイトマーケティングですが、これは自分でまあ、一番簡単な方法は、今やりたいの人は、まあ、ちょっと今説明したいと思います。もう本当に今やりたいだから、まあ、今パソコンの前で座ってるのあなた、まあ、すぐに検索でアフィリエイトマーケティングじゃなくて、Amazon Associates というの、 Amazon Associates のものを書いてください。でそれを書いたら、まあ、アフィリエイトマーケティングとか、その Amazon のページが出てくるん でそこで登録した上で、自分がどんなページを使ってるかって、どんなビジネスに使おうかって、それまで全部選んだ上で、このまあちょっと、まあ、Amazon のパートナーになりますね。とそのパートナーなんですけれども、そこで、まあ、自分で、まあ、好きの、まあ、自分はプロモーションしたいのを、まあ、例えば、まあ、カメラだったらもうカメラですね、もう何でもいいですが、まあ、それを選んだら、でそこで下で、まあ、その自分のリンクに、まあ、リンクをもらうというのを、まあ、そこで送って、あとは、まあ、メールで、まあ、その許可をもらったら、まあ、メールでその会社というか、まあ、Amazon からその商品についてのリンクが来るん でどちらかというと、このリンクがもらったら、まあ、誰か、まあ、そのリンクを、まあ、もらったら、そうですね、そのリンクを、まあ、どっか自分のブログとか、自分の、まあ、Facebook だったり、まあ、SNS ですね、まあ、YouTube だったり、まあ、そのリンクを貼ってもいいです。ね、貼ってもいいです。で、それを貼ったら、何がメリットかというと、例えばその誰かの自分の視聴者さんは、誰かのそのリンクに入って、でそのものを実際に買ったら、その商品からの 10% をもらうんですね。それは素晴らしいと思わないんですか？素晴らしいの引き方は下に素晴らしいと書いてください。で、やっぱりね、これは素晴らしいですけれども、アフィリエイトマーケティング、まあ、まあ、最初にもね、スクラッチから、つまり、まあ、自分がまだ会社持ってないんですけど、アフィリエイトマーケティングやりたいという、ことなんですけれども、どうやってそうするんですね。もう、多分ね、最初は、まあ、自分の、まあ、Facebook グループとかを使ってもいいですね。Facebook グループですね。その Facebook グループは、まあ、自分がなんか商品を売りたいと、まあ、講座とかも、あとコーチング講座とかですね、またはまあ、いろんな講座なんですけれども、または、まあ、いろんな商品を売りたいとか、まあ、そこで、まあ、ちょっとファンのページとかを使って、そのファンのページの上で自分の、まあまあ、グループとかを使うんですね。そのグループに入るのは、まあ、その、まあ、月になんちゃらかんちゃらの円を、まあ、何千円を払うのグループメンバーだけです。でそのグループメンバーだけに、そのアフィリエイトマーケティングのものを見せるんですね。どちらかというとアフィリエイトマーケティングなんですけれども、まあ、そのリンクを貼ったりすると、まあ、
まあ、ちょっとザラッと言ったらもうどこでも貼っても良いんですけれども、どこでも貼るのがちょっと効果的ではないんですね。どちらかというと、まあ、例えばまあ、テックなんですけれども、例えば、まあまあ、カメラなんですけれどもね。で、そのちょっと高いカメラと安いカメラなんですけれども、でその安いカメラを、まあ、そのアフィリエイトマーケティングのリンクがもらうの時には、まあ、その安いマーケティングをプロモーションしたい時にはその、まあ、その高いカメラの画質と安いカメラの画質を、まあ、その動画を使ってそれを比べた上で、でその画でそのまあ安いカメラの画質はその高いともうそんな変わらないというのをちゃんとその動画で見せたりすると、その下でそのアフィリエイトマーケティングのリンクを貼るとすごく効果的です。ただね、効果的じゃないと言ったらまあ、ちょっと雑なことをですね、例えば自分がなんか、例えばですね、自分がまあ、ゲーミングやってるんですけれども、まあ、ゲームをやったりするんですけれども、でそのアフィリエイトマーケティングはなんかダイソンとかに入ったりね、ちょっとおかしいですね。もう全然意味がないんですけれども、逆にその興味がなくなるというか、まあまあ、次のビデオにもまあ、興味がなくなるというのはちょっと要注意ですね。だからもう本当そのリンクを貼りたいなら、もうその前ではちょっとした価値を加えて貼れば良いです。そしてそのアフィリエイトマーケティングからでもお客さんももらえますね、視聴者さんも来ますね。だからそのどっちかというと、まあ、それは両方語ってというか、まあ、自分の先生が言ったんですけれども、これはパンとバターと組み合わせですね。もうパンなんですけれどもはもうお客さんですね。でそのバターはそのマーケティングのリンクですね。でそれもちょっと加えればすごく美味しいになるんですね。でどちらかというとその本当に自分の、まあ、ファンですね、自分の、まあ、その前に言ったんですけどグループに、まあ、ちゃんと、まあ、料費を支払う人もですね、その人はその意見を聞いた上でそのハワルはちゃんとその人の気持ちを考えた上でその、まあ、リンクを貼るんですね。でそのリンクを貼るんですが、その人も、まあ、ほぼ確実にそのものを買うんですね。本当にたくさんの人よりも一部の人を選んだらもう本当にそこにフォーカスした上でそのリンクを貼るのは良いだと思います。もちろんその貼り方は、まあどこでもいいんですけれども、まあ、自分の、まあ、ウェブサイト持ってるウェブサイトですけれども、ブログだったらブログですけれども、まあ、動画だったら動画ですけれども、 Facebook だったらインスタもそうですけれども、またはもしクリックファネルとかやってる人も多分思いますが、そのリードページなんですけど、まあ、サンキューページとかね、ありますね。そのサンキューページにも下に貼ったりも良いですね。でそれはそのちょっとアフィリエイトマーケティング教に話しました。もしさらにちょっと興味がある方はもうちょっとその質問項をございましたら、そこで質問書いてください。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら LIKE ボタンとお願いいたします。もっとその内容を見たいなら登録もお願いいたします。私は毎日アップロードしますので、こちらもよろしくお願いいたします。もしご質問とございましたら下のコメント欄にお願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって今で。